ミサコスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、ミサコです。今回もジョージア編になります。私が食べているものとかどうやって過ごしたか日常をお届けしたいと思います。それではレッツゴー。ジョージアに来て数週間が経ちました。今夜はみんなで飲みに行きます。バスの先頭に乗れたんですけど、フロントガラスがめっちゃ広くて正面がしっかり見えました。夜の街を走っている様子まずお届けします。結構バスを待ってる人が多くて、今乗ってるバスもめちゃめちゃ混んでました。さあ、こちらは以前も来たのぞみバーです。チンチロチャレンジをしております。マキー賞か同じかめっちゃ笑ってるな。セブンだな。笑ってるよ。オールセブン。I tried three times. Three times. Yes. オールセブン。ラッキーセブン、ラッキーセブン。なんか豚骨っぽくない？これ。ついてない、ついてない。いい食べっぷり。Hey buddy. Yay.いけますよ。これはいけますよ。これは。半額です。はい、半額です。でもすごい、すごい、すごい。素晴らしい、半額です。半額ゲット。飲んだ翌日のお昼前、ラーメン買ってきました。でもソースも入ってるオイルみたいな、香味オイルみたいな感じ。よし、入れてしまうぜ。飲んだ翌日はやっぱラーメンですね。海外のカップラーメンってフォークついてるのめっちゃいいですよね。これだけちょっと具材入ってるの嬉しいな。はい、いただきます。辛い、うん、そんな辛くないよと思ったけど、あのピリッとはくる。でもそこまで、え、うまいやん。いいな、カップラーメンって裏切らないね。うん、食後の後はコーヒー飲みたいっていうことで、彼女がよく通ったっていうカフェ、コーヒーとスイーツを買いに行きました。こちらはチェーン店らしいんですが、店舗によって広さも大きさも違うんですけど、ここはかなり広めの店舗ですね。全部美味しそう。全部食べたい。コーヒーとケーキをテイクアウトしてきました。作業しながらいただくことにします。もうフルーツがとにかく美味しい。そして作業していたらあっという間に夕方、お腹が空いたので夕食へ向かいました。誰かと一緒に夕食っていいな。ジョージア語は全く読めませんが、海外のメニューって全部英語が下についてるので本当に助かります。こちら牛肉が入ったスープです。全然辛くなくって香りもいいし、とにかく体が温まりました。街ってゴロッゴロしてたんで、これもう一回食べたいです。ずっと食べてる。ここまで見てくださった皆さん、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどお願いします。それではまたね。バイバイ。